源氏物語へ巻き、あずや本校では、日本国の文化財保護法により1951年以降に国宝に指定された絵画作品を国宝絵画の一覧として概説する。日本では1897年以来、特に優れた有形文化財を国宝として指定してきた。国宝の定義、評価基準は年代とともに変化し、 1950年に施行された文化財保護法の下、それまでの国法は重要文化財となり、重要文化財の中から改めて国法が指定されるようになった。同法に基づく国法の最初の指定は1950年。国法絵画は譲渡が制限されており、日本国外への輸出は文化財保護法第44条で禁止されている。所有者は、 絵画が損傷、紛失した場合には公表する義務があり、所有者の変更や絵画の修復に必要な移動であっても許可を得る必要がある。国宝は重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、類ない国民の宝たるものとして文部科学大臣が指定するもので、国宝絵画は8世紀の奈良時代から19世紀の江戸時代までの159件となっている。 絵画で国宝指定されているのは159件だが、これは作品点数ではなく文化財としての指定件数である。12点像のように複数の作品が一件の国宝に指定されている場合もあるため、実際の作品点数は159よりも多い。描かれている題材は仏教が、山水が、肖像が、 風俗画などがあり、現氏物語絵巻のように特定の文学作品に取材した作品もある。中国から伝来した絵画も国宝に指定されている。国宝指定名称としての各絵画の題名は、遠くも古いゆき図など一部を除いて作者によるものではなく、 各絵画の内容に基づいて後に命名されたものである。6世紀半ばに、くだらから日本へ仏教が伝来し、同時に中国から仏教がももたらされた。アスカ時代前期から後期にかけての日本絵画の遺品は極めて少なく、法隆寺にある玉虫寿司の装飾が絵画的表現を有するものとして、中宮の寺の展示国集長などが挙げられるに過ぎない。 これら最初期の仏教画には中国の作風、特に南北朝時代から随の仏教画の影響が見られる。白宝器から奈良時代に日本で描かれた絵画には唐の影響が見られ、高松塚古墳壁画や麻布着色吉祥天像などは典型的な唐様式の絵画となっている。奈良時代に描かれた現存する絵画のほとんどは仏教を主題としており、その作者は 不明なものがほとんどである。奈良時代の芸術作品は彫刻の現存するものが比較的多いのに対し絵画の現存例は少ない。法隆寺近藤壁画はこの木の作品であったが1949年に小損した。9世紀初めの平安時代以降、中国風の絵画は唐絵として日本絵画の中で一つの様式を形成するに至った。 8世紀から9世紀の平安時代初期には、純粋密教である真言宗、密教の要素を持つ天台宗がそれぞれ空海と最澄によって、唐からもたらされ、曼荼羅が多く描かれるようになる。浄土教の発展は、雷合図の様式を発達させ、1053年に、平等院の法王堂中道壁扉がに描かれた、九本雷合図に見られるように、 西方浄土の阿弥陀如来を題材とした絵画も多く描かれるようになった。平安時代中期にはそれまでの唐絵から襖絵や屏風絵に見られるように日本独自の山和絵が主流になっていく。平安時代末期の1185年頃には山和絵が絵巻物の挿絵として描かれることが盛んになった。源氏物語を題材にした。 源氏物語絵巻が特に有名で、他にも、大天文の変を描いた、伴え、大納言絵言葉などの歴史的事件を題材にした、ものや、資本、絵巻物は、鎌倉時代になるまで作成されていたが、奈良時代と同様に絵画よりも、彫刻の方が、芸術作品としては好まれていた。その後、宋元の影響を受けた、墨の実の単色で描かれた、 水墨画が、それまでの多色絵巻物よりも流星を見せ始める。室町時代の14世紀終わりには、中国で様式が完成された山水画が画像によって日本独自の発展を遂げた。国宝指定の畜細読書図、山水図の作者に返される、室町時代の前奏の修文と、その弟子で、色山水図館か六点が国宝絵画に指定されている 最もよく知られる当時の画像である。初期の日本絵画と同様に水墨画の多くは寺院のために描かれたものであったが、室町時代後期の1573年頃には、前寺から散逸し、仮の葉の画家たちの手本となっていった。それまでの時代と対照的に、安土桃山時代の絵画は、金銀箔を大量に使用した極彩色で雄大なものである。大規模な絵画が、 戦国大名の城郭の装飾として用いられた。この時代以降、有力武家の保護を受けた仮の葉は300年にわたって日本絵画の主流を占めることになる。大規模で多色使いの絵画の流行は、江戸時代になっても続き、俵や宗達、尾形光林を代表とする林派は、平安時代の古典的日本文学を主題とした、題材を鮮やかな色使いで描き出している。 18世紀には、宋の文人画が日本にもたらされ、漫画として成立した。漫画の代表的な画家としては、池田が与さ不村が挙げられる。国宝絵画は159件が指定されている。これら国宝絵画の所蔵先は、博物館、美術館、寺院、神社、個人、大学などで、中でも東京国立博物館、京都国立博物館に、 多くの作品が所蔵されている。都道府県別では、京都府に53件、東京都に46件、奈良県に17件の国宝絵画が存在し、施設別の所蔵数としては、東京国立博物館が最多となっている。ABCDEF 独立行政法人国立文化財機構。 財団法人、徳川黎明会、財団法人石橋財団、近畿日本鉄道株式会社所有の物件については、法人所在地ではなく、実際の所蔵先の都府県の件数に計上している。ABC 複数の時代区分にまたがって分類されているものもある。憲法着色信号式所造資本僕が古不神感は、とうとう、平安時代、 資本木が超寿人物にが、憲本着色、阿弥陀商事来号図は、平安時代と鎌倉時代に、それぞれ含まれている。ありがとうございます。